んだよ。木島先生と春彦の答えになるような作品になれればいいのかなと思ってます。和室ってエロスを感じるね。小学校で体育の時間が早く感じるのと一緒です。なるほど。楽しい。先生が待ちに待った木戸さんが全然待ってない。もう声だけでいいんじゃないかって監督も言ってた。おのぼりさんのバカップルです。イエーイ。東京駅綺麗になった。僕は君と向き合うのが怖かったんだ。はいはい、オッケー。緊張してるね。しますね。皆様盛大な拍手でお迎えください。監督、キャストの皆様です。これ以上木島りをやりませんって言ってきたんですけど、本当は誰にもやらせたくないです。飯塚くんとやっと結構話せるようになったなっていうのが本音で、ライバル視的な、ライバル視というか、吉田さん子供ですね。何なんだよ。リオさんを生きてくださってありがとうございました。いやー、こういうサプライズはやめてほしいですね。本当に君の書く文字が好きなんだ。こんな最高な恋愛映画ないんじゃないかなって思ってます。ありがとうございました。久住春彦くん、お元気ですか。先生、こんなに燃えているの。かっことじ。君は常に僕にまっすぐで。先生、君からの手紙が楽しみで、君の文字が好きなんだ。欲望のままに。久住君、どうして。自信がないんだ。君がなんで僕のような未来のない男といたがるのか。そんな言い方ないでしょ。じゃあなんて言って欲しかったんだよ。タフになるのよ、大切な人がいるなら。お前らちゃんと付き合ってんの。月の満ち欠けみたいなもんじゃねえのか。幸せなんてよ、終わりなんですか。劇場版ポルノグラファー、プレイバック。どうしていいかわからないくらい好きなんだ。